キャリー・アンダー・ウッド、キャリー・マリー・アンダー・ウッド、キャリー・マリー・アンダー・ウッド、1983年3月10日帯は、アメリカンアイドルのシーズン4で優勝し、2007年、グラミー賞最優秀新人賞を受賞した、アメリカ合衆出身のカントリーミュージシャンである。デビューアルバム、サム・ハーツは、カントリージャンルのアルバムとしては、最も早く500万枚の売り上げを達成した。 アメリカンアイドルの優勝者や参加者の中としても、デビューアルバムとては、最大の売り上げとなった。2006年度、主要な音楽賞である、アメリカンミュージックアウォーズとビルボードミュージックアウォーズ、グラミー賞のすべてを受賞した、最初のアメリカンアイドルの優勝者となった。身長161センチメートル。アンダーアウッドは、オクラホマ州のジェコッタにある両親の牧場で育った。 彼女は三女で、一番下の妹は、ステファン、工場を辞め、現在は、製紙工場で働いている。で、もう一人の妹は、キャロル・アンダーウッド、チェコッタ公立高校の先生を辞めた。である。二人の姉であるシャナ・アンダーウッド・ミーンズと、ステファン・アンダーウッド・シャロンは973年と1970年で、生まれで、両人とも、 オクラホマ州で小学校の先生をしている。ロビン記念タレントショーに出演した。またフリーウィル・バプテスト教会のメンバーで、チェコッタの旧入職日や、ライオンクラブのための地元のイベントで教会で歌を披露したこともある。13歳の時、1996年には、彼女のマネージャーはアンダーウッドをキャピトルレコードのレコーディングコンテストに参加させた。しかし、 マネージメント料で折り合いがつかず、デビューが具体化することはなかった。2001年に卒業式で祝いの言葉を述べるほどの優秀な成績で、チェコッタ高校を卒業した。学業の成功にもかかわらず、学生時代には4回の居残り授業を受けていた。初めての居残りは、代理教員をしていた彼女の母親によるものだった。高校卒業後、オクラホーマ州。 タレクアにあるノースイースタン州立大学に入学した。2006年マスメディア専攻、ジャーナリズムで学士号を取得し、マグナ・クムラウデイ、大優秀の成績で卒業た。現在はテネシー州ナッシュビル郊外のフランクリンに住んでいる。2004年の夏、アンダーアウッドはセントルイスでアメリカンアイドルのオーディションを受けた。2005年1月に オーディションの様子が放送されると多くの人が彼女が優勝すると予想できるほど高い実力を発揮した。3月22日には注文の多い審査員として悪名高いサイモン・コウエルもアンダーアウッドはこのオーディションだけはなく今までのアメリカンアイドルの優勝者よりも高い売り上げを獲得するだろうと予想している。ショーの間にアンダーアウッドは キャリーズ・ケア・ベアーズとして知られる忠実な客層を獲得した。この名称は彼女が在籍していたシグマ・シグマ・シグマでリンダ・ダヘンに由来している。5月25日、アンダー・ウッドはボーヴァイスを打ちまかしアメリカンアイドルの優勝者となった。アンダー・ウッドは2007年3月8日にアメリカンアイドルシーズン6に現れヒット曲ウェイステッドを披露している。 2005年に優勝してから、アンダーアウッドは、アメリカンアイドルでは4度パフォーマンスを行っている。デビューアルバム、サムハーツは2005年11月15日に売り出されると、最初の週の売り上げが31万5000枚を記録するなど、柴叩く間にビルボードチャートを駆け上がり、カントリーアルバムチャートで1位となった。音楽分野を専門とする、市場調査会社、 ニールセンサウンドスキャンシステムの歴史上、カントリージャンルのアルバムとしては、最も早く500万枚の売り上げを達成した。このアルバムからの2枚目のシングルである、ヤソ・テイクザホイールは10月18日に、ラジオ向けにリリースされた。最初の週には、ビルボードカントリーチャートで39位にランクイン、されるなどく放送され、最終的には、 カントリーチャートでは6週連続で1位となった。それは1964年から1965年において、コニー・スミスの音声、英霊が8週連続1位記録に2週も迫る、快挙だった。サム・ハーツはポップとしてもリリースされ、アダルト・コンテンポラリーとホット・アダルト・コンテンポラリー放送局で2005年10月の女性アーティストトップ30で1位となった。 Don't Forget To Remember Me は、カントリーラジオ局にリリースされた2枚目のシングル、ビルボードホットカントリーチャートで2位となり、ビルボードホット100でも49位となった。しかしながら、ラジオレコードカントリーシングルチャートで1位となった。やそ、テイクザホイールと、Don't Forget To Remember Me の両方が、クリスチャンラジオ局のカウントダウンで、 ナンバー1の放送回数となった。ヤソ・テイク・ザ・ホイールはゴスペル音楽協会の最優秀カントリー楽曲として選出された。5月23日、アンダー・ウッドはア夢アウォーズでヤソ・テイク・ザ・ホイールを歌い、最優秀新人女性ボーカリストと最優秀シングル楽曲に選ばれた。最優秀楽曲と最優秀女性ボーカリストにもノミネートされた。 11月6日、第40回カントリー音楽協会賞で、アンダーアウッドは、彼女のナンバー1ヒットである、Before h e t e t t を出演した。新人カントリーアーティストに贈られるホライゾンアウォードと、最優秀女性ボーカリストを受賞した。最優秀女性ボーカリストとホライゾンアウォードの両方、受賞するのは1995年以来のことだった。11月21日、 アンダーウッドはアメリカンミュージックアウォーズで2部門にノミネートされた。その夜、プッシーキャットドールズとカミリオネアにセリカ勝ち、ブレイクスルーアーティストを獲得した。最優秀女性カントリーアーティストにノミネートされたが、そのカテゴリーでは受賞できなかった。12月4日、アンダーウッドは2006年ビルボードミュージックアウォーズに参加し、最優秀アルバム、 ビルボード200女性アルバムアーティスト、最優秀女性カントリーアーティスト賞、最優秀カントリー新人賞、そして最優秀カントリーアルバムの5つの賞を受賞した。3月3日にアカデミー賞で5部門にノミネートされたことが発表された。ノミネートされたのは最優秀女性ボーカリスト、Before H-1-Its に最優秀楽曲と最優秀ビデオ、最優秀 シングルレコード、サムハーツに最優秀アルバムだった。面白いことに最優秀新人女性ボーカリストにノミネートされた、ケディ・ピッカーも、また、アメリカンアイドル出身だった。その賞は、去年に、ケディが受賞していたものだ。2006年11月、CMA アワードで、アンダーウッドが最優秀女性ボーカリスト賞を受賞した。その時にフェイスヒルが、 怒りのアクションをしたため、エンターティメントニュースの見出しとして取り上げられた。アンダーアウッドの名前が呼ばれた後、バックステージに降り、受賞を予期して歩き出していたヒルは両手を天に振り上げて、声に出さずに口だけ動かして、何と言った。そしてカメラから離れていった。その後、ヒルは、リアクションはジョークだったとして、仲間のミュージシャンに向けて、その行動を取ることが失礼なことだとは、 思いもよらないことだった。注目が集めてしまったことは全く馬鹿げたことだった。キャリーは才能豊かで最優秀女性ボーカリストに値する。と述べた。後にアンダーアウッドを呼んで祝って誤解を解いた。何人かの有名なカントリー歌手は誤解からフェイスヒルを守るために集まった。その一人がリアン・ライムスだった。リアンは 自分のウェブサイトで CMA のホライゾンアワードと最優秀女性ボーカリスト賞アンダーウッドが受賞したことを非難する文章を掲載した現在は削除されている。2006年12月7日のグラミー賞では最優秀新人賞、最優秀女性カントリーボーカルパフォーマンス、最優秀カントリー楽曲、最優秀楽曲にノミネートされた。 最優秀新人賞というカテゴリーでのノミネートはアメリカンアイドルの優勝者や参加者としては初めてだった。受賞セレモニーは2007年2月11日にカリフォルニア州ロサンゼルスにあるスタプスセンターで行われた。アンダーウッドは最優秀新人賞と最優秀女性カントリーボーカルパフォーマンス賞を獲得した。そしてヤソ・テイクザホイールは 最優秀カントリー楽曲で受賞した。アンダーアウッドは2007年3月24日、放送のピートン・マニングが司会を務めるサタデー・ナイト、ライブのゲストとして呼ばれ、シングル曲である Before h e チ・ i t s と w a s t e ッ d を歌った。カントリーミュージシャンとしては9組目だった。その9組とは、ガース・ブルックス、ランディ・トラビス、ドリー・パートン、フェイス・ヒル、チャーリー・ダニエルズ、 ディクシー・チックス、ウィリー・ネルソンとキース・アーバンである。アメリカンアイドルの参加者としてはそれまでに、ケリー・クラークソンとクレーエーケン出場していた。アンダー・ウッドはクリスチャンである。彼女と母親はスティーブン・キングのファンである。1980年代に映画、クリスティーンとして映画化された彼の同名ベストセラー、クリスティーンが彼女のシングルの ミュージックビデオに影響を与えた。アンダーウッドは、ABC の音楽ドラマ、ナッシュビル、ホラードラマ、ザ・ホロイングのファンでもあり、また、マリエ・クレア氏でのインタビューで、ウォーキング・デッドのファンで、ゾンビ役で出演したいと語った。2008年後期、オタワ・セネターズのアイスホッケー選手マイク・フィッシャーが、アンダーウッドのコンサートを鑑賞した際に出会い、交際を始め、 2009年12月に婚約した。2010年1月、ガッティノーで行われたセネターズのチャリティーイベント、ベルセンズソワレで初めて二人揃って、こうの場に登場した。2010年6月、CMT ミュージックアワードに共に出席し、アンダーウッドはリポーターに、フィッシャーは夏の結婚式の後にサプライズハネムーンを計画しているようだと語った。 2010年7月10日、ジョージア州グリーンズボロにあるザリッツ・カールトン・ロッチのレイノルズ・プランテーションにて250名以上を招待した結婚式が行われた。ピープル氏にマイクキャリー・フィッシャーとして友人や家族とこの日を共有でき、これ以上の幸せはありませんと語った。また同氏によると、が、シャンティレースを使用したウェディングドレス。 およびブライズメイドのドレスをデザインした。式では、クラシック音楽を流し、聖書の中で二人の好きなフレーズを読んだ。ナショナルホッケーリーグの選手のほか、ティム・マグロー、フェイス・ヒル、ガース・ブルックスなどのカントリー歌手、アメリカンアイドルの出場者や審査員のポーラー・ブドゥル、サイモン・コーエル、ランディ・ジャクソンなどが出席した。アンダー・ウッドはフィッシャーへのサプライズとして、ファーストダンスに、ブランドン・ヒースに、 を歌ってもらった。2015年2月、第一市長男が誕生した。2011年2月11日、オタワのラジオ局105.3は、数日前に、フィッシャーが、アンダーウッドのために、ナッシュビル・プレデターズに移籍したため、アンダーウッドの曲を放送禁止にした。アンダーウッドのファンが、Facebook で、ラジオ局のボイコットを行ったため、つぼげは後に、 これを修正した。局はこの行為を謝罪し、これは単なるジョークであり、フィッシャーのナッシュビルでの活躍を願う気持ちの裏返しだと語った。フィッシャーは後に、キャリーは、天居や遺跡に関して一切口出しをしていない。従って、これらは全て誤解であると語り、さらに二人ともラジオ局に対して批判的な感情は持っていないと語った。ホッケーニューズ氏は、毎年恒例の アイスホッケーに影響を与えた10人にアンダーウッドを選んだ。2012年のリストではアンダーウッドは第85位であった。ホーブス氏によるとアンダーウッドは2006年から2007年の間に700万ドル、2007年から2008年の間に900万ドル、2008年から2009年の間に1、400万ドル、2009年から2010年の間に1、 300万ドル、2010年から2011年の間に2、0ドル、2011年から2012年の間に500万ドル、2012年から2013年の間に3、100万ドル、2013年から2014年の間に1、0ドルの収入があった。過去5年間で8、300万ドルの収入があり。 これまでの純資産は1億1000万ドルとされ、アメリカンアイドル出身者で最高となっている。2010年、二人は、オタワの高級住宅地スプルースリッチに11エーカーの邸宅を購入したが、後に220万ドルで売りに出した。2012年、二人は、ナッシュビル郊外にコテージを購入し、週末をここで過ごしている。オプラウィンフリーは、オプラ、 エスネクストチャプターのために、ここで二人にインタビューした。2014年1月、2013年に3、0 0万ドルの収入があったとして、アメリカンアイドル出身者で最高であった。これは、アメリカンアイドル出場者だけでなく、2013年の審査員、マライア・キャリー、ニッキー・ミナージュ、キース・アーバンと比較しても上回っていた。アンダー・アウッドは、 動物愛護に基づくビーガンであり、実家の牧場で所有していた動物を食べることが考えられなくなったことから13歳から肉を口にしていない。ペタによって2005年にコールドプレイのメインボーカルで、あるビーガンのクリス・マーティンと並んで世界的なセクシーなベジタリアンに投票され、2007年にも再度選ばれた。2007年のペタによるインタビューで子供の頃から動物が好きだった。 もし歌うことができなくても、きっと大丈夫だが、私の周りから動物がいなくなったら私は死にしまう、と語った。2013年4月、テネシー州のエイジーギャングビルに反対の声明を出した。これは、動物虐待の動画は48時間を過ぎると執行する法案であった。巨大ビジネス化した農業において、頻繁に行われる残虐的行為に対して行われる 動物愛護活動家の動きを止めるためのものであった。アンダーウッドはツイッターで、AG ギャグビルを通過させたテネシー州議員は恥を知れ。もしビルハズラム州知事がこれを決議したら、私は彼の家を訪ねるつもり。賛同者はいると記した。テネシー州共和党議員のアンディホルトはこのツイートに、対し、私は議員活動に集中し、キャリー・アンダーウッドは、 音楽活動に集中すべきだと記した。アンダーアウッドは、私が音楽活動に集中すべき。ごめんなさいね。私は納税者の一人として、家族の安全が心配だっただけ。ノーガグとツイートした。ビルハズラム州知事に対し、この法案を決議しないでください。人々と同じように動物のことも考えて、お願いだから、とツイートした。 アンダーウッドは大のスポーツファンでもあり、何年も毎年恒例のチャリティソフトボール、シティオブ・ホープセレブリティソフトボールに参加している。このイベントは、テネシー州ナッシュビルで行われ、収益金は難病研究に寄付される。2005年、NBA ファイナルのサンアントニオスパーズとデトロイトピストンズの第4試合で、2006年、NBA オールスターゲームで国家。 正常期を歌った。2006年のサンクスギビングデー、テキサス州アービングにあるテキサススタジアムで行われたアメリカンフットボールの試合ハーフタイムショーを行い、ダラスカウボーイズのクォーターバックのトニー・ロモと知り合った。2006年 NFL プレイオフの NFC チャンピオンシップゲームでのシアトル、シーホークス・カロライナ・パンサーズとの試合、2006年のナスカーのコカ・コーラ600、 2007年のワールドシリーズでのボストン・レッドソックスとコロラド・ロッキーズの第3試合でも正常期を歌った。2010年2月7日、第44回スーパーボールで国歌を歌った。2013年5月7日、フェイス・ヒルに代わり、NBC サンデー・ナイト・フットボールのオープニングテーマ曲を歌うことが発表された。ヒルは後にアンダーウッドを全面的にサポートすると語り、 祝辞をツイートし、NBC、SNF の選択は賢明だとしてアンダーウッドは、うまくやるだろうと語った。ブロンアウェイを除くすべての CD は、日本版が販売されていない。ただし、以下の3曲は日本でも販売されている、書きアルバムに収録。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。